カーリング女子で五輪二大会連続メダルのロコソラーレは19日、公式 X で元橋マリが選手活動を休止してチームのサポートに回ると発表した。写真あり、覚えていますかロコソラーレ藤沢5月のムキムキボディを X で2024から25シーズンより、元橋マリは選手をお休みさせていただき、一社、ロコソラーレの所属3チームを全力でサポートさせていただきますまた。 法人の代表としての責務を全うさせていただきますと報告した、同法人にはロコ・ソラーレのほか、ロコ・ステラ、ロコ・ドラーゴが所属して活動している。